確率音楽とは、ヤニス・クセナキスが提唱した概念である。第二次大戦前までは、新古典主義、十二音音楽、微分音音楽、あるいはバンキロマン派といった音楽が主流であり、ヨーゼフ・マテアス・ハワーのトローペがある他は、何パーセントの確率で音が鳴るなどといった概念での作曲はほぼ行われていなかった。オリビエ・メシアンは、クセナキスに対して、 数学を音楽に使いなさいと助言したが、これにより、クセナキスは数学の専門家ではなかったものの、工科大学で数学を履修していた経験を活かして作曲をするようになった。これが確率音楽の始まりであった。クセナキス本人はこの技法を政治犯に捧げると述べた。世界初の確率音楽はオーケストラのためのアホリプシス・ピトプラクタである。 この作品は LP 化も非常に早く行われ、技法の宣伝にも役に立った。ポアソン分布などの確率方程式を用いて単位時間間になる音の数をまず最初に決め、その数の分布を数学を用いて配列したと作曲者は説明している。しかしながら確率音楽を成立させるために全面的セリー音楽に特徴的な極端な高音や低音が 本当に必要なのかどうかについては、クセナキスは説明していない。清水女王は、クセナキスは自分こそが、セリー音楽の正当な継承者であることを指摘するため、このような数学を用いる手段に出たと、チンパニー社の CD リリースの際に日本語版解説で説明しており、これが正しければ、セリー音楽の執着点をクセナキスが示したことになる。清水はまた、 極性を持つセリアリスムに変えて、極性を持たないままの直接的な操作を導入したと説明しているものの、後年の ST シリーズでは、弦楽四重層に極限のスピードとチェロの変速長弦による極端な低音を導入しているので、極性を持たないままの瞬間をそれほど重要視したとは言えない。厳密に定義するなら、 曲性を持つ瞬間と曲性を持たない瞬間をすべて数学的にコントロールするというのが正しくなるだろう。クセナキスは数学的に算出された値を感覚的に修正することも多々あり、後には修正すること自体が作曲のメインになってしまったとも論じられており、これがアピックシステムの開発へ繋がる。発案当初はエキセントリックすぎる。 誰も継承できないなど批判も多かったが、後に、コンピュータ音楽の分野では、確率や統計学が応用された音楽作品は多く、現在では MA、MAX、MSP がその典型例として挙げられる。クセナキスの思想は、このように継承された。しかし、クセナキス本人はこのアイデアに、さほど固執しておらず、晩年は、感覚的に音を並べていた。面白いので、使ったんですよ。 つまらなかったら、即、ゴミ箱行きと、笑顔で、インタビューに応じたと言われている。ありがとうございます。